部答えられなければなりません。Oh, yeah. それでこれからテーマごとに皆さんのエピソードを英語でどれくらいセインさんに伝えることができるかをテストしたいと思います。That's right. まず最初はこちらです。恥ずかしい。Embarrass. Fantastic.はい、ということで、皆さんの恥ずかしかった出来事を聞いていきたいと思います。さあ、誰がいいかな小川さん、なんで目そらしてですか？え、なんですか？何も別に。じゃあ、小川さんでいきましょう。はい、前出てきてください。というわけで、先頭バッターは、ゴキメンバー、小川誠。まずは日本語でいいですよ。私が？はい。はい。What is your 恥ずかしいストーリー？はい、ですね、この間すごい雨が降ってた日なんですけど、mm-hmm. 一人で傘をさして歩いてたんですね、mm-hmm. でそれで商店街とかってこうモールがあるじゃないですか、上に雨が当たらないように、right. そこに入ってるにもかかわらず私は気づかずにそのまま傘をさしたまま一人でずっと歩いてたんですね、mm-hmm. で、こうパッて周り見たらみんな傘閉じてるのにこうじーっと見てるんですよ、だから恥ずかしかったですっていう。Uh-huh. Okay. Yes, yes. Okay. Wonderful. Oh, yes. この後、英語で自分が喋るんだけど大丈夫？ Boo. 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 Now in English. Yes. Okay. Long, long yesterday. 長い長い昨日。昨日長かったんだ。Yesterday, yesterday, yesterday ぐらい。Yesterday. So, rain, rain, rain 落ちるね。Rain. Rain. なんだ。傘。Rainy days. 傘。傘 English. Umbe. 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 A member.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  赤いな。あいうえよ。Yes. Umbrella. Umbrella. Very good. Umbrella. 刺しながら。English. 刺しながら。今聞き流しそうだった今。Yes, yes, yes. Shopping mall. Shopping mall. なんか。あ、go. Umbrella.I go. Umbrella. I go. I go. Uh-huh. People, people, look at me. Oh yeah. Oh no. Oh my god. Oh my god. Oh, yeah. 閉じるよ。閉じる。閉じる。Close. Close. Go. Go. All right. And embarrassed. Yes, embarrassed. I was embarrassed. I see. Okay. Very good. Very good. Yeah, yeah.小川さんの英会話いかがでしたか？小川さん、なかなかやりますね。What? え？でも日本語で、日本語で喋ってるから。もういいんだよ、もういいんだよ。大丈夫よ。はい。小川さん、ありがとうございました。はい。Very good. All right. Good job. じゃあ次行ってみましょうか。はいはい。じゃあ、高井さん。え、何？高井さん、出てきてください。続いては、ボキメンバー高橋の恥ずかしかった話。What is your embarrassed story?さんまさんに眉毛ないねって言われました。さんまさんに、はい、ラジオで、はい、恥ずかしかったんだ。書いてこればよかったって思いました。なるほどね、はい、書いてなかったんだね、それにはね、はい、今日は今日は書いてます。あ、大丈夫。今日書いてなかったら大変ですよ。、ね、はい、OK、はい、OK、Now in English。 Yeah Yeah Come on。 Sometime?Sometime. Sometime. Sometime. No, no, no. Once upon a time. Once upon a time. いいね。好き好き。結構そういうの好き。昔昔あるところに。OK, OK. ストーリー口調でね。Yeah, yeah. はいはいはい。OK. さんまさん is no eyebrow. Oh, さんまさんが眉毛なかったの？Bro, say me. Oh, oh. Who say? Who say? No eyebrow. Sanma-san. Ah, I see. And? Embarrassed.
Okay. Very good. Congratulations. Very, very good. 先生、いかがでしたか？いや、うまかった。あのね、頭使ってるね。日本語短くして英語も短くするみたいな。さっきの小川さんよりかは頭が良かったと。まあそういうこう切り替えがね。愛ちゃん普段すごい英語の勉強してて、英語のそういう本とか持ち歩いてたりするんですよ。でもスラングですよ。スラング、例えばどんなスラングしてるの？I want a kitty とか。I want a kitty? I want a kitty? 子猫が欲しい。子猫欲しい。それ使うときあんの？I want a kitty って。あります。This is a pen みたいなもんでしょ。Yeah. ねえ、見りゃわかるっつうの。I want a kitty。まあちょくちょく勉強してると。ありがとうございました。Wonderful. All right. Thank you. Very good.次行ってみましょうかね。Okay. 続いてはこちら。レディー。腹が立った。Angry. やってみたいことがいないのかな。はい。レナ。じゃあレナ前どうぞ。中学校を卒業したばかり。田中の英語力はいかに。What is your 腹が立った story？ レナはエレベーターに、mm-hmm.。満員のエレベーターに乗ったんですよ、うん、それでその満員にもかかわらずまた人がいっぱい入ってきて潰されたことに腹が立ちました。あはもう入ってこんでよみたいな。あーそうですね。 Now in English レイナ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 いっぱいエレベーターそれエレベーターがいっぱいだからそれ、はい、いっぱいエレベーター。マンパワー人 English please. 人 English. 何ですか何ですか何ですか。頑張ってよ。人じゃない。それはちょっと確かにそうだな。人とも呼ぶし人とも呼ぶよな。英語なんて言ってこいの。People. People. People. People いっぱい。ねえ。まあ、いっぱい。Walk. Every time. People, 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 Party! Angry? Hungry? Repeat after me, right? Hungry は腹が減った。腹が立っただからね。Angry! Angry! ということで終了ですけども、まあレイナほとんどジェスチャー？ジェスチャーで、でも俺がハワイ行った時ジェスチャーで伝わりましたから。でも今は英会話の勉強ですからね。そうですよね、まあ、先生いかがでしたか？ちょっといまいちだな。もうちょっと頑張ってほしかったね。ピーポーピーポーダメでした。ピーポー、まあ、ピーポーピーポーぐらいがマックスだったかなみたいな。じゃあ、Thank you。 腹が立った、もう一人行きましょう。じゃあ藤本さん、なんで顔隠してるのかな。藤本さん行きましょう。一度は藤本が最近腹を立てた話とは。じゃあまずみきちゃんの最近腹が立ったエピソード、はい、そうですね、あの仕事に行くときに、うん、タクシーに乗ったらあのタクシーの運転手さんが、うん、すごい臭いセリフを言われてちょっとイラッとしました。なんて言われたんですか？あの台風だったんですよその日に、で台風でこの台風いつ止むんですかねって言ったら、あれ連絡来てませんかって言われて、え、来てませんって言ったら、おかしいな、可愛い子には連絡行ってるはずなんですけどねって言われたのと、あとね、寒い、あとね、あと風邪ひくぜ、バラが綺麗に咲く季節だから、うん、バラ綺麗ですねって言われて、どこに咲いてんだろうと思いながら、あ、そうなんですかって言ったら、この辺のバラはあなたのために咲いてるんですよ。で、こことと言われたら嬉しいですかって言われたから、どうですかねって。まあ、ミッシャンにとっては
ちょっと腹が立っちゃった。そうですね。迷惑でしたね。Okay, now in English. Me? Yeah. Taxi? Uh-huh. On. Me, taxi, on. Taxi の上に乗った。タクシー、in. Oh, in. Okay, okay. したら、タクシードライバー? Yeah. Oh. Cold what? Say me.Cold word? What? Say me. Oh, cold word. Say to you. What did he say? Oh. Oh. You call? 台風? 君が台風呼んだのかい? 頑張れ! Oh, no. Call me. Don't call me. Oh, いいえ。私を呼ばないで。ちょっとおかしいの?ちょっとおかしいの?そしたら?タクシードライバー進むんだ強引に進めるんだそれ直しも何もなし、okay. Oh, really? Pretty girl is 台風かわいい子は台風台風 is 台風 One more time? Pretty girl? Pretty girl? 台風から台風からなんか涙目になってるぞ。大丈夫か Tell you. Tai Fu, tell you? Tell you? Yeah? No. No. まあちょっと難しかったですね。ストーリーが難しかったよね。なんていうんですか。台風はね、台風。あ、いいんだ。いいの、同じなの。台風とか、あと津波とか、あと椎茸もそうだしね。そうそうそう。はい。まあストーリーは好きですけどね、私は。あ、でもタクシーの運転手さんに奥さんの写真見せられたこともあります。あなた可愛いけどうちの奥さんもすごいあなたより可愛いって見せられて あ綺麗ですねって言ってありがとうございますって返して English please! OK! タクシードライバー Yeah? タクシードライバータクシードライバータクシードライバー Oh! You! Pretty girl! Uh-huh! But! Yeah? My wife? ん?More! More!Pretty girl. Oh, you are angry? No. No. びっくり。ありがとうございます。Okay. Very good. Yeah, thank you. さあ、続いてみましょうか。Okay. 続いてのイングリッシュはこちら。ショック。じゃあショックだった出来事をどうしようかな。一番前にいる亀井さん行きましょうか。それではロッキーメンバー亀井のミラクル英会話劇場をお楽しみください。うちの冷蔵庫に入ってるチーズを食べました。そしたらうちの飼ってる犬の餌でした。はい、後から聞いてショック受けました。あは、はい、大丈夫でした。はい、その後は。はい、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 オッケーですか。オッケーです。じゃあ、英語で。はい。Now in English。チーズ。Yes。ボックス。クール。チーズ。ボックス。クール。クールボックス、コーリーボックス、じゃあクールボックス、冷蔵庫が言いたいのね。冷蔵庫、あ、冷蔵庫わかる、知ってる人いる。冷蔵庫難しいよ。冷蔵庫教えます、はい、難しいんで、はい、リフリジュレーター。リフリジュレーター。 One more time。 リフジュレーター。リフジュレーター。リフリジュレーター。リフリッシュ。Very. Really? Huh? Excuse me? リフリッシュ？リフリッシュから来てる？来てない。リフリジュレーター。リフリジュレーター。Very good. リフリジュレーター。Yeah. In. Mm-hmm. Cheese. Refrigerator in cheese? Oh my god! チーズの中に冷蔵庫？逆に。チーズ in リフリジーター。
インチーズインチーズインリフリジーター。もう一回冷蔵庫を聞いてごらんなさい。ワンモアワンモア。Sorry。 先生のツボに。リフリジーター。リフリジレーター。ワンモアリフ。Refrigerator. Refrigerator. 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 そこでなんで切るの？気持ち悪い。チーズ in Refrigerator. 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 今流したべ。Refrigerator. My hand.Your hand. My hand. Oh yeah. Cheese. Hand in hand. Hand in cheese. Hand in cheese. Oh my god. Here's a cheese in your hand. Cheese in hand. Okay. Cheese in hand. Cheese in hand. Okay. これね、繋がんなくなっちゃうからね。Eat. I. Eat. Cheese.In, in refrigerator. Refrigerator. そう、冷蔵庫の中に入ってるチーズ食べました。食べました。よし。But. うん。しかし。Mother. うん。Talk. お。Dog food. Dog cheese. Dog cheese. お。My. 母、喋る。Dog cheese. My. My shock. I see. I see. Okay. Okay.最初の対決は英語限定アーッとしりとり。これから両チームには英語限定の絵しりとりで対決していただきます。制限時間は2分。しりとりが成立した数がそのままポイントとなります。ハンデといたしまして、人数の多い藤本チームから参りましょう。はい、じゃあスタートの一つ目の絵はですね、私が描いておきました。こちら、バナーラ。バナーラ。バナーラ。魔法がついてる。なので、はい、なから始まってくださいね。バナーラ。それでは、英語限定アートしりとりスタート。何あれ Very good, very good. 大丈夫？頑張れ、しげ。待って待って。あ、みんなさいにもずっと。ない。あ、ちょっと待って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 。もしあれだったら。あ、これ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 。あ、あれだよ。ああ、なるほどね。はいはいはい。で、その単語自体がわかんないかも。ロング？そうトーク？そんな感じの。そう、なになに、何でもいいよ、書いて。何か書いちゃってもいいですよ。そうです、とりあえず書け。何それ、何それ。イエスター、スノバラ、まどこよ。何があんの。30秒前。もうとりあえず書いちゃいましょうね。何でしょうね。何何これ、ミキティ。何わかんないんだけど。ピカソ出ましたよ。今日もピカソ出ましたよ。え？バナナときて、ミキちゃんこれは何ですか？ナンバープレート。はい。で、ナンバープレート、
トースト。はい、正解。トマト。トマト。トマト。はい、これは何を書きましたか？トールです。背の高い人。おお。トール。はい。トール。何これ？キャット。残念。自信満々に言われてもわからなかったね。キャットから続いたとしてトー。トライアングル。あ。トライアングルか、こんにゃくにしか見えない。なってるじゃん、ここは。なってた。わかんないよ、ミッキー。まずさっきの、さっきのアンブレラだと思って、ラッパー。なんで？でもラッパーは日本語ですからね。あ、そうなんですか？はい。ということで、1,2,3,4,5 ポイント。です。じゃあ最初のお題を発表したいと思います。じゃん。何これ？何だこれ？見ての通りです。馬です。え？狐かと思ったよ。ですので馬？狐かと思った。ホース。ホース。私も狐で何で笑ってるんですか？馬なんですね、これ。見ての通りですよ。馬でホースですので、スからスタートです。スー？それでは英語限定アートしりとりスタート。ラビット。はい、ラビットのトでトイレット。トイレット、トイレット、これ正解ですか？正解ですね。トイレットトン、トマト、トマト、あら、トンカチ。トンカチ、先生、トンカチは言い方としては英語っぽかったですけど、これは日本語です。トンカチはダメです。ダメです。ということで、1,2,3,4,5 ポイント。メロンメロン。ハロウィンではすっかりおなじみの小道具一発ギャグに、今回は英語限定で挑戦していただきます。今のところ同点の両チーム、このバトルが勝敗の分かれ目となります。判定はセイン先生が行いますので、はい、ツボをついてくださいね。はい、わかります。はい、はいはい、石川さん、はい、見本をお願いします。お願いします。見たいよね。見たい。
ない？お、オッケーですか？多分普段より難しいですよ皆さん英語なんで。それでは行きましょう。英語で一発ギャグスタート。お、来ました。どうぞ。私のバード受け取ってください。優しい先生。はい、もうお母さん夕飯まだ？あ、お母さんなのね。全部ちっちゃいお母さんでしたけども。さあどんどん行きましょうね。耳が大きくなっちゃった。いやーん。可愛かったんだもんだって。甘いですよ。すみません。もういいかい、バードだよ。面白かったじゃん今。厳しくいきましょうよ。厳しくいくね、来るから。よし。カーカー。ちょっと待って。こいつの意味は何これ。これカーじゃないですか。もういい。カーだけど。緊張しすぎて心臓がドクドクしてます。そんなバナナ。そんなの辛いっすよ。やばったね。船員さんにメロンメロン。言葉なんで、はい、レナのとこの方言です。あ、はい。もう電気がないと暗いと。あー、なるほどね。はい、おー、やった。耳がでかくなっちゃったという。いやー。あの、減点です。待って、本当に。逃げやがった今。まあ、逃げたもんが違う。あ、クロックが黒くなっちゃった。やった。OK ですか、はい、これトレイン。取れるだろう、これ。取れるね、これ。ということで、ラスト2人です。どうしてもの人は出てきてくださいね。どうしてもやりたい。いくよ。ラストじゃねえじゃん。まあ、ああ、酔っ払っちゃった。ウィック。お前よ、やっかましいよ。それ日本語じゃないの。もう終わりですよ、ゆいさん。終了です。ごめんなさい。終了です。ちなみに何だったのそれ。いや、すごいおつまんないんですけど。早くみんな謝ってって言って。なんだそれ。みんな謝って更新しない。やらなきゃよかった、はい、やらなきゃよかったけど、はい、減点します。ハラマニ吉沢チーム7つ、お、そして藤本チームは13個。あらららということは藤本チーム7人。結構ね、うん。